これつなげてみますか。ね。はい、楽しみです。始まりました。うわ、緊張する。こうガシャンってやんないようにしないとね。掃除中のお母さんとかがね、ちょっといい？手前と思ったらザーってなったりとかね。 懐かしい。さあ、いきます。ヤス、僕があなたの部下の間野安彦です。ヤスと呼んでください。ちょっとメモしとけよ、忘れちゃう。私の部下ね、部下、ヤスと呼んでください。ここが事件のあった花熊町、どういうふうに捜査を始めますか？花熊町。場所移動、人に聞け、人調べろ、何か見せろ、人探せ、呼べ、逮捕しろ。とりあえず場所移動する前に人に聞いた方がいいんじゃない？人を調べる？人に聞け。あ、聞き込み、はい。おお、平田という男が事件当日かいなくなってる。平田、行方不明、怪しいね。人を調べろ。平田の職業、商店を経営している。平田しかまだ分かんないよ。平田の経歴は？かなり苦しかった。お金に困ってたのか。人調べろはもうだ。平田以外、小宮と文枝と構造で出てくるの、ね、また別で出てくるのかな？アリバイ。ああ、調べはありません。はい。人を探す。この辺りにはいない。じゃあちょっと場所を移動するか。場所移動しよう。捜査本部、山川の屋敷、港。ちょっとさ、メモ取んないと分かんないね。じゃあ捜査本部、はい、取調室。来たところで誰もいないもんね。場所移動で山川の屋敷。ああ、構造さんが殺されたんだね。そもそもどんな事件なのかを最初に説明されないのね。調べていかないとね。構造さんが被害者。ダメか。人がいないか。人を探せ。じゃあ港も探す？港でも平田探す？あ、屋敷の中っていうのも出てきた。わあ、書斎でなくなってたのね。屋敷の書斎でなくなってたんだ。この部屋のものは、調べた方がいいのかな。とてもテーブルの上とか。ね、ちょっと待って。まず虫眼鏡。おお、なるほど、推理っぽいですね。じゃあこの辺。なんだ、そんな冗談言ってる場合じゃないでしょ。人が亡くなっているんだから。ヤス、何か調べろ。このテーブルの上にある何かか。これなんかありますね。これを見ればいいか。灰皿の下にマッチがありました。これを取りますか。マッチ？証拠品として持っておく。虫眼鏡はいい。本見てみるか。本棚。本の中か。ああ、鍵見つかったよ。本の中がくり抜かれて鍵がありました。鍵？何の鍵？
もらっておいて、うん。ドア。ドアには鍵がかかっていた。密室。密室ですね。死因。うわ。首をナイフで一突きだって。凶器。ナイフ？自分では刺さないよ。なるほど、自殺に見せた他殺っていうことですね。ドア調べた凶器死因死体。17日の午後9時夜なんだ。場所移動。隣の部屋がある。応接間もちょっと調べよう。虫眼鏡、ね、扉じゃない。ない。机もの下。なんだよもうこの部下は。机の違う。あ、ライターが落ちてるって。何か取れ。ライター。あ、あと額縁も取れるの。壁にボタン。ちょっと、なに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 、ちょっと待って。隣の部屋に、ちょっと待って、隣の部屋にライターがあって、額縁の後ろにボタン、これか。叩くってこういう意味の叩くなのね。トンカチで叩く。ボタンを押します。なんともなりません。場所を調べ、場所移動します。で、捜査本部に行って人を呼べ。は？平田には娘のユキコがいて、娘のユキコに京都に行きたいと言ってた。京都で人を探して、平田を探し、いないんだ。人に聞け。はい。高校2年生。くれたこともあったんだ今は真面目。ちょっと待って、アリバイ。ああ、そりゃそうだ。そうですね。港で全部聞いたでしょ。じゃあちょっと構造以外、踏み絵小宮っていうの知らないんで。踏み絵は誰。踏み絵は、あ、秘書。ああ、第一発見者？小宮と一緒に二人が死体発見。なるほど。ちょっといろいろ見えてきますね、これで。で、小宮ね。小宮は屋敷の守衛さん。ちょっと待って、ちなみに文江の職業は調べた。経歴は
構造の会社で秘書やって2年ね、短大卒業。アリバイ、そうやそうだ、人調べる、小宮さん経歴、構造さん被害者、文江、小宮、第一発見者、ゆき子は平田の娘で、平田が行方不明、花熊町で、最初の花熊町で探せって平田しか出ないんだっけ、あ、平田しか出ないのか、屋敷、あとここにもね、一つ何かがあるみたいです、証拠品が。この画面でちょっと一回、窓は鍵かかってる、あれじゃない、木のとこじゃない、木、玄関の右下に指輪が落ちている、指輪？玄関に指輪？なんか恋愛的な、なんかちょっと男女のなんかそういう系ですかね。ボタン押して何もないんですよ。でも何かがここにはないけど、隣の部屋に何かが起きたとかじゃない、あの部屋には何も起こらなかったけど、あ、ちょっと待って、ねマッチに何か書いてあるんですね。パル、何パルってお店なのかな、117-3149、これ電話番号じゃないと書かれています。電話してみる、117-3149、うわドキドキする、はい、スナックパル、え、この、ま、画面になっちゃったんだけど、どうしたらいいの、はい、スナックパルですが、あ、忙しいのに何言うとるんですか、ガチャン切られましたね、切られちゃった、まあ、スナックということでしたね、スナック、この第一発見者の2人、そう、ちょっと話聞きたいです、場所移動、隣の部屋、え、なんかもう一回ちゃんと叩くでいいのか、叩けで、この絶妙にこのずれちゃってたのかもしれない、もう一回、あ、でもボタン押しますってなってる、うん、さっきもこうなったか、あ、なにこれ、さっき外に出ちゃったからだ、そのまま、そうか、今ボタンを押してから隣の部屋に戻ったら何かが出てきましたね、この死体の横に穴が、あ床に穴が開いて下に降りる階段が、さっきのボタンはこれだったんだ、階段の下に降りる、なんだこの部屋、お前、お、左に曲がるとこと、また突き当たりにまた左曲がるとこがあるね、
最初の角を曲がっちゃいますよ。まだ角じゃないそれ。ちょっと待って、戻る。待って。え？後ろ戻ったらよく分かんなくなっちゃった。え？これスタート位置です。あ、スタート位置か。ちょっと一回戻ります。ああ、なんか迷路になってそう。下行きます。で、場所移動。方向ボタンを押す。で、前。前で左行くと左、ああ、ちょっととりあえず進んでみるか。また2つあるね、道が。うわー、これメモしなきゃ分かんないんじゃない？そう思います。戻るか。やば、ああもう分かんない、もう分かんなくなっちゃったえ、出てこないの？上に上がる。あ、そっか、スタート地点に戻らなきゃいけないのか。あー、そっか。なるほど。後ろ、左か。こっちか。ここだな。え？何？後ろの壁が縛りました？何？いて。もうどこにいるかわかんないよ。え、どこ？ねえ、自分がどこにいるかわかんないんだけど。前。あ、抜け出せましたね。抜け出せたけどどこにいるかわかんない、はい、え、最初の位置どこなんだろう。だって最初のとこに行かないとほらわかんないよね。とりあえず道に進んでみます。出口を探します。あー迷子。ねえ、これちょっと全然わかんない。あのダンジョンの地図が欲しい。全然わかんないよ。最初に戻ってきたんですか。うわー、戻れただけ奇跡。ちょっと待って、これ地図を作らないと。これまだいいみたいですよ。あ、まだいい、はい、今じゃなくていい。うわ、私ちょっともう危ない、帰ってこれないかと思った。何この地下、怖いね。じゃとりあえずここはまだいいなら後にします。はい、そういうヒントがないとこれずっとやってましたよ今。でしょ、はい。はあ、もうやだ、下降りたくない。外、場所移動。小宮。あ、来た。小宮さん、ずいぶんおじいちゃんですね。小宮さん、小宮さんは屋敷の守衛さん。守衛さんになって5年です。第一発見者のうちの一人。あれ待って、聞け、まあ、アリバイ、はい。だからどこにいたか聞いてんだよ。何も言わないじゃん、怪しいね。逮捕します。逮捕します。やってみよう。じゃあ人を呼べ。秘書。あら、ずいぶん若そうな秘書。文枝です。アリバイがあるの？7時から英会話。怪しいな。
仕事では一緒だったけど私生活はちょっと。平田呼べないんだっけ。ああ。ゆき子も呼べないんだっけ。あ、来た。ゆき子。娘。うん。娘。家にいた。あ、お金を借りてたんだ。平田さんは、平田は構造にお金を借りてたんだ。京都に行くって言ってた。何か見せろ。でもな、女の娘ちゃんにライターとか見せてもな。一応全部見せよう。私のじゃない。さっきの秘書に指輪見せたいんですよね。ちょっと文江さん、文江さんに指輪、怪しくない？男女のもつれかと思ったんだよな。なんかちょっと、ライターは構造のものじゃない。ん？よく屋敷の下から叫び声が聞こえてきたって。あれは何じゃったんだろう。あの地下の部屋？ふみえさん。ふみえさん。何これ。あー、トレってそういうトレもできんのか。項目にあったから。ちょっと待って、色全員の写真撮っとこう。ここでちょっと暴力を振るいましょう。え？え、嘘でしょ？額でも頭でも。え？ちょっとびっくりしちゃって、ハンマーで。おじいちゃんの頭叩いたら、ちょっとなんか吐き出しましたよ。ひーやめてくれ言うから、事件のあった夜、実はこっそり抜け出して飲みに行ってたんじゃ。スナックに行ったのかな。小宮さんは夜飲みに行ったと。玄関の鍵かけ忘れた。なんか小宮さんやってなさそう。あ、本当だ、ちゃんと調べてない。ローン山金の社長。そうですね、構造さんのこと調べてなかった。構造さんはローン山金の社長。そうなんだ。妻や子供はいません。俊之甥っ子。
あら、恨まれてたの。ありまへん。一応項目あるとね、調べたくなっちゃう。あ、いた。おいっ子ね。あー、港の近くに住んでる。港行こう。港行って聞き込みする。港、その年行き、まだ会ってないからアリバイわかんないね。経歴は、一度捕まってんだ。え、年行きの部屋っていうのが出てきた。年行きの部屋行けちゃった。本人会ってないのに部屋行けちゃった。年行きの部屋です。あ、間違った間違った。メモ、これか。うん、米いちご、米いちご、米といちごを買うメモではない気がするけど、米、あ、わかった、電話番号だ。米、すごい、米といちごだ。ほら、でしょう。港に行かなきゃ。ちょっと行っちゃおうか。港。ああ、誰かいる。誰かいるよ。人に聞け。包みを受け取ってくれ。年行きによろしく。麻薬。ゲー、しまった。はーいですね。じゃあ捜査本部ですね。船に乗るパルっていうのもあるね。まあいいや、ちょっと一旦。今逮捕した人いないの？いないですね、確かに。なんで？じゃあちょっと港調べますよ。そうですね、聞き込みしましょう。17日の9時ごろ、9時過ぎ港で見た。呼ぶ。年行きは呼べないよね。今の男はいないのか。年行き呼べる？あ、来た。年行き。うわ、悪そうですね。いかにもですね。あ、嘘ついてるじゃん。部屋にいたって。だって港で見たって言ってんの。叩いてみればいいんじゃない？ボカーカス。あ、ダメだ。叩いてもダメだった。もう一回聞く。部屋にいたと言ってるだろう。嘘をつけ。港にいたのを見た人がいるんだ。さあね、人違いじゃねえのか。いいお時期だったな。いつも小遣いくれてよ。だってさあ、
マッチかな、じゃあ、まあ、全部聞こう。ユキコにあげたの？そっちか。構造と踏み絵の色恋じゃなくて、俊幸とユキコか。あ、麻薬だ。麻薬にリアクションしたよ。もう一回。もう一回見せよう。あ、ダメか。叩いてみよう、もう一回。俊幸の部屋ね、あのメモしか見てないんで、メモ見てすぐ行っちゃったんで。そっかそっか。戻ってからで呼ぶ、もう一回呼ぶ。俊幸、俊幸に見せるのがメモ。米1号。あ、それただのいたずら書きよ。で包み叩く。さあ言うんだ。ボカガス、分かったよ。あ、吐きましたよ。分かったよ。あの晩俺は港で麻薬の取引をしていたんだって。ユキコだ。俊幸からユキコに指をあげてたから、ユキコに指輪を見せるか。お、本当？ごめん。ごめん。あ、帰っちゃった。だってさ、今までさ、今まで小宮さんも、あの、俊幸さんもさ、叩いたら入ってくれたから。悪いですね。ごめん、ゆきこちゃん、ごめん。叩いちゃった。そろそろなんかね、移動しそうですね。京都行っちゃいます？港ちょっと何ももうないですかね。神戸からだから船に乗るのかな。淡路島洲本行き高速で洲本花熊町か。こっからだ多分。京都だった。京都来ました。あ、近くのお寺の人が話してくれたのですが、先日おかしな男がいたそうです。そこにお参りに来てブツブツ言いながら30分も必死で拝んでいたとか。平田でしょうか。ああ、いない。そろそろ行かなあかんかもしれないです。しかにマジ、はい、大変なので道案内します。はい。なんかアリバイが一番あちゃんと あるから逆に怪しいですよね。文江さん秘書